なるお。はい、なるおです。今ね、ヤスさんとメバリングしようって来たんですよ。風速12メートルですよ今。やばいっすよ。もう釣りなんですよ。夕方からね、あの風速が落ちるということで、それを信じて来てみました。とりあえず風裏でね、はい、あの俺がこの間転んだところで、はい、ちょっとやってみようと思います。で、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではね、はい、この間私が転んだところでございます。ということで、はい、ここだとまだね、風、ね、この壁でなんとか、はい、なってるんで、とりあえずね、はい、月下美人のジグヘッド 2g、はい、これでまずスタートしてみたいと思います。ワームはね、ベビーサーディンを使ってみましょうかね。はい、このカラー買ってきたんで、はい、早速ちょっとやってみたいと思います。はい、ちょっとこれでね、はい、やってみたいと思います。まあ、暗くなってからが本番だと思うんでね、はい、今はちょっと試しに、はい、やってみましょう。おお、この風の中でも意外とあれですね、飛びますね、追い風だから。ああ、1500円の差ほど全然違うんだけど。ああ、やっぱりいいね、これで水釣れたら面白いですよね。いやー、風なかったらあっち行ったっていいんですけどね。ちょうど今波も水かぶってるし、もうちょっと暗くなって落ち着いたらですね、寝掛かり覚悟でちょっと、はい、ちょっとやってみましょう。いやー、これ、あー、でもこれ意外と飛ぶな。 2g でもな、おらタックルがタックルだと。前はなぁ、一投目で釣れたんだけどなぁ。前回と同じような感じで釣れるかな、同じポイントで。いやぁ、これ結構ゆっくり巻いてんだけどなぁ、前回よりは。お、あぁ、寝上がりだ。タンタカ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 、ドラグが緩すぎっから。いやー、やべやべ、当たりかと思ってクソバスだけど今。あー、切れた、やっぱり。あー、ちょっとバイブで遊んでみよう。はい、100均のメタルバイブの 14g です。ちょっと 14g 飲んだかどうかわかんないですけど、うん、ちょっとね、はい、ロストしてもいいような、はい、ちょっとやってみましょう。初めて使います。ワンチャンこれでシーバスかかったら面白いな。バイブレーション、さあどうだろう。あんまり寝掛かりひどかったらもうあっち行ってみるしかないですね、角の方。さあどうだろう、ちょっと早巻きでやってみましょうか。やっぱこの竿で 14g はちょっと重たいですね。やっぱり 7g くらいがちょうどいいのかな。いや、ちょっと暗くなったらだな、あっちはな。ちょっとね、俺はもう半分もうシーバス狙いになってますからね、もうこのバイブレーション使ってる時点でもう。なんかこの間の状況が全く違うもんな。この間の状況が全く違いますもんね。確かに。同じ海がって言いたい。さあ、暗くなってくれば面白いんだけどな。
なんだこれ、暗くなんねえけどダメなのかな、やっぱり。でも多分こんくらいの時間から入っとかないと多分取られますね、場所。今日はまだこの風なんで、まあ、クリアスはいないと思ってたんであれですけど、うーむー、やはり 14g ではでかくて食わないか。ちょっとね、こんなやってみましょう。ここで来るのかとかもわかんないけど。いやー、今日ちょっと入魂はしたいな。ちっちゃくてもいいから。ここあれだな、あそこ電球削りでしばしだったら面白そうですけどね。うん、風はあれだったらな、もっと竿とか出せたんだけど。いやー、とりあえずね、今ちょっとストップアンドゴーでやっては見てますけど、いやー、反応がねえぞ、反応が。当たりなしですか？当たりなしです。当たりなし。どうなんだろうな。ちょっとこのロットで14はちょっと重すぎるな。やっぱりちょっと変えよう。はい、3グラムで、はい、このワームを使ってみたいと思います。はい、ラスさんはね、ちょっと鉢の端の方にいました。はい、自分はね、場所は相変わらずここで、はい、やります。ということでね、やってみましょう。なんだ、おかしいぞ。いやー、風が強いね、もうね。やべやべやべ、風が、風がアホのように、もう佐藤さんと鳴瀬川でやった時と同じくらい風強いんだけども、本当にこれ夕方から風やむのかね。明るいうちにヒットしてくんねえかな、魚ね。いや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 、前回はね、夜釣りするつもりじゃなかったんでね、電気1個しか持ってきてなかったんですけど、今日はね、がっちりライトもいっぱい持ってきたんでね、はい、明るい中ちゃんと撮影ができるんで、うん、いいと思います。ね、だんだん夕まずめ、そろそろね、メバルも良くなってくると思うんですけどね、まあ、暗くなってからが一番いいんでしょうけどね。こんな中本当よく釣りしますよ、俺らも。いやー、お蔵入りになるのか入魂になるか。ちょっとね、この状況で釣りしてるんでね、ちょっと取れたかっていうかね、もうほぼ諦めてます、俺の中では。うん、ワンチャン頑張って一匹釣れればいいかなみたいな。うん、暗くなってから、まあ、ワンチャン可能性はあるかなと思ってますけど。しかし厳しいね。あっちのね、外海見るともうやばいよね、ザブ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 って。もう、うん、ここ風裏になってからまだこういう風に釣りできてますけど、そうじゃないと多分無理でしょうね。うん、普通のことだったら多分釣りなんかできないと思います、これ。はい、この風向きで多分釣りができるのは七北田川の河口か閖上の河口くらいですね。まあ鳴瀬川の河口もできるんでしょうけど、うん、前回結構釣れたから可能性あるかなと思って来てみましたけど。いやー、そもそも風速12メートル吹いてる状態で釣りをしようなんつって石巻に来るバカいるかって話だよね、本当にね。ね、このよっちゃんからもらったこのロット、あ、そうそう言いましたっけ、これ同級生のよっちゃんからもらったんですよ。あの、前回ここでね、あの1500円の差を使ってたじゃないですかね。俺が使ってる1500円の差よりは、ね、決して高い差じゃないけどいいと思うからって、
使ってない竿があるからよかったらいるかって言うからありがたくいただきますということでね、はい、このレバリング用のロッドもらいました。はい、ね、本当は月下美人とかね欲しかったんですけどね、まあ今シーズンはあの1500円の竿で我慢して来シーズン買おうか迷ってたんですけどね、まあもらったんでね、今シーズンはこれでやって、まあそれで森ね、あのなんだろう、物足りなかったらまあ来シーズン買ってもいいのかなということで、まあ、これでも全然ね、もう、うん、良さそうなので、はい、いいと思いますね。何でもかんでも高いの買いやいいと思うんじゃないですからね、はい、ね、高いの買って釣れなかったらただのアホですから、うん、よいしょ、ね、あるってのも全然いけないです、いけないです、本当にサーフじゃないんで、サーフは確かにあの物が言います、はい、それなりのあれじゃない、タックルじゃないと飛距離重視の釣りになるんで、はい、うん、ね、お、ヤスさん、あっち行きましたね、ヤスさんがついにあっちに行きました。さあ、どうなのか、俺もあっち行ってみようかな。はい、こっち来ました。やっぱりあの思いっきり向かい風になりますね、こっち来ると。はい。ね。でも、もう水がこういう状況で満潮なんですよ。もうほら、この状況でもう水上がってきてるんで。はい、ね。海面スレスレですよ。はい。あー、風がすごいな。もう指が冷たい、こっち、まあ、若干ね、まだ釣りができるっす、まだ、はい、濁りが結構ね、あるんで、はい、あれですけど、まあ、とりあえずこれで今やってみましょう。こんなで釣れんのかね、こんな状況で。これやばい、釣れんのかな。こっち側だったら追い風だからあれですね。どうなんだろう、ワンチャンシバス狙いいけっかな。あー、ドポーンって、やべえやべえ、風すればこの右でやるしかないですもんね。これストーブ無理ですね、この風、ストーブが飛ばされます、逆に。喧嘩式やる予定だったのにな。さあ、これ、いやー、これ難しいね、この風、もうちょっと風落ち着いてくれたらな。魚が何か反応あるんだったらまだ頑張れるんですけどね。あら、何やってんの俺。いやー、これ難しいぞ、これ。波ザバンってきて、こっちでも水上がってきてる時点であれですもんね。この間とも別世界なんだけど、ちょっともう釣れる気がしないよ、もう。いや、なんなの、こんな日本海より寒いっすよ、これ。日本海だけこんなに指こんなキンキンにならなかったと思う、これ。いや、なんだろう、なんだろう、宮城の方寒いし、なんか山形より。まだ日本海の方やれだぞ、本当に。はい、ストーブ持ってきました。はい、ガスで使えるやつ。はい、あ、安田すいません、そのバッグの中にガスが入ってるんですよ、岩谷の。そのガスから、そのバッグからガスを取っていただけると。これか。はい。
やばい。はい、でこれをおいガチャッと入れて、はい、このようにやってますね。このようにここをセットして、あらら、でこれをここでやるスイッチつけんだ、これ、あ、ここがつけたのかな、あ、ここが、あ、ついた、やば、もうついてる、ついてる、でこうやると、はい、つくようです。あ、ついてるね。暖かいですか。多分今から暖かくなってくると思います。なんかこれうちの特性が、あの同じの買ったみたいで、うん、キャンプやってて、うん、なんかガスが岩田にのかすより、うん、そうキャンピング用の、はいはいはい、その案ですって。へー、そっちの方がいいぞって。10分クリスって聞こえず、あの火始まっからって。あ、そういうこと。はい、使ってるガスの種類があれなんですって。なんか、あ、でも全然あったかい。あったかいですよね。あったけあー、あー、これあったかいわ。あったけー、あったけー、天下式無事に。いや、これあったかいですね。これいいわ。あ、指あったまる、あの、うん、あのガスコンロよりいいっすよね。あ、でもこれはいいわ。多分あれですかね、これ逆向きにしたら壁の味で。あー、確かに。やってみます、逆向きにしてみます。これあのこの間のガスコンロの、あのテーブルあったじゃないですか、はい、あれ同じ原理ですね。これだと跳ね返ってくるから、ファネズ。ああ、そういうことか。あ、あ、全然違いますよね。全然違う。こっちの方あったけ。こっちの方あったけよね。あー、やべやべ。あー、これいいわ。いやー、やば。釣りに、釣り場にストーブって結構ありですね、これ。そうっすね。ここでなんか焼ければ一番いいんですけどね。でもこれ、そこまで風なければ、上に乗っけても多分やりますよ、ね、ただ傾斜になってからあれですけど。いや、でもこれいいな、うん、これいいわ。こうやって近くにやってると、うん、手を温められるから。そうですね、これだけでも全然違いますよね。全然違います。指先がやばい。もう指先が釣りしに来てるのか、アウトドアしに来てるのか分かんないですよ、俺たち。佐藤さんに送ってあげないと。やばい、もう指がとにかく寒いっすよね、風で。もう手真っ赤じゃないですか、もう。やばいっすよ。こんなゴロタの上で、ストーブ帯で。はい。そう、風収まるの待ってもありかもしれないですけどね。暗くなってからワンチャン、一発狙いで。はい、ちょっと、時期を待ちたいと思います。はい。ちょっとね、30分くらいちょっと休憩取って、はい、すっかり暗くなりました。状況的に風も全部落ち着いてますよね。そうですね、風も落ち着いたんで釣りができる状況になったんで、天気予報って信じてみるもんだなと思いました。はい、ということで、はい、まあ、電気この通り3つつけたんで、はい、今からやろうと思うんですけど、完全にヘッドライトを忘れてきたんでね、ちょっとここの電気だけでやっとやれるかどうか、はい、ちょっとやってみたいと思います。いやあ、でもよかったよかった、状況的に釣りができそうで。はい、では早速こちらもやっていきましょう。まあなんとか、電気が全くないわけじゃないんだね、ヘッドライトなくてもね。ちょっとまあ手元はなんとか映せるのかなということで。いやー、風風速5メートルって言っても10メートルからの5メートルだから半分ですもんね、本当に。いやー、安さに言われて確かになと思ったもん、それは。いやー、これだったら釣りできるわ。まだギリギリできますね。さあ、どうだろう。あ、こっちは、あ、こっちは結構明るく見取れるな。うん、そっちは安さの方は問題ねえわ。うん、さあ、潮も動き始めてる。今からこれ下げ潮ですか、これは今。はい、なんでね、はい、この間拓也から教えてもらったやつな、ちょっとやってみましょうか。はい、
投げる1、2、3、4、5でスローリトリーブと、これで来てくれればいいんだけどね。いや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 、本当に物好きですよね。ストーブまで持ってきて、今度明かり用意して、本当に、いやーこれあれだね、もうちょっと暖かくなったら本当にこっち側電球器とかやってみたいな。うん、さーてヘッドライト忘れてきたんだね。ちょっといつもの明るさがねちょっと出せないと思いますけど、ちょっとご了承ください。全く真っ暗じゃないだけちょっとまだいいのかなと思うんですけど、ね、あの常夜灯が結構いいみたいなんですよね。うん、あそこまあ常夜灯までちょうどその辺がちょっと明るいあれじゃないですか、あそこら辺がって話なんですよね。試合が来るともう、でも今季節が季節なんてあれですけどね。うん、でもだってあれだって言ってしまったって2週間前ですよ。そうですね、うん、まだ今月の話ですからね。だってあれ本当に1月最後ちょっと締めくくらさせてくれよ。本当にもういい形で2月をねちょっとスタートさせて、いやー入魂したいなこのロットちょっと遊ばせてほしいよな。結構ゆっくり前でっけど、これなかなか反応ないですよ。いやー今日はこれ同じポイントでな、坊主はちょっと食らいたくねえな何のためにわざわざやっさん仙台から石巻に呼ばってきたかわかんないですからね。いやだって閖上行ったらなんか連れ抜きします。だってなんか前回が前回だったんで、多分連れてるところでちょっと、うん、やった方がまだ可能性あるかなと思って、まあ、風が風だったんで直下自体も半分諦めてますけど、うん、でもワンツーになって雰囲気良くなってきたっすもんね。釣りもできるような感じになってきたんで、いやーなんかこの潮うねりシーバス的にはいい感じなんすかねこれ。そうなんすね、俺もシーバス釣ったことないからあれだけど、いやーあの戦後採集でもいいから連れてくれたら面白いんだけどな。あいやこれだったら面白いだろうな、あの1000円のタックルでも結構遊べたからな。いやーこれ今からだと思うんだけどな。前も7時くらいからなんですよ釣り始まったの。今多分まだ5時くらい、5時過ぎとかっすよね多分風は冷て、まあ、冷てのある程度ストップで改善できるからな。うん、いやいつもより明るいから魚も寄ってくると思うんだけどな。こんだけ投光器4つも耐えてんですよ俺のお腹も合わせたら。他の釣り YouTuber とは閉じてる設備がちゃうね。いやーこれ、いやこれ4月くらいまであのストーブ活躍しそうだなこれな。さすがにカセットコンロとかだなってくると佐藤さんもいないとちょっと荷物が あれなんで、あれ4人以上じゃないとできないっすわ。確かに荷物張り多くなっても。あーやっぱ風がやばい。気温何度なんですかこれ、やばいっすよね。吹きつけてくる風が痛いんだけど、やばいやばい、もう目ん玉の周り痛いし、なんかもうやべえ、もう指がやばい、指がもげそうだこれ。
だちょっと指当たんねって俺。はい、まだ使ってそんな20分くらい経った状況ですかね。もうガスがなくなってるのかわかんないですけど、もうあんまり暖かくなくなってきた。確かにこれは岩谷ガスだとそんな30分もずが持たないようなのかなこれ。はい、まあ、とりあえずねないよりいいんで、ちょっとこれでちょっと手を温めて、はい、ちょっと回復したらやりたいと思います。いやこれやっぱりあれなんだな、ユニフレームのガスの方がいいんだな、ね、ちょっとね今注文してたんで、次回はそのユニフレームでちょっとやってみたいですね。いやでもないよりはいいわ、ガスはもう一本持ってきてるんで。はい、ということでジャスさんは一生懸命頑張ってやってます。はい、やばい寒い本当に。いやでも手温まるだけいいわこれ。ジャスさん、はい、ジャスさんはもうってギブアップかかってよくこの極寒の中やるよ俺たちも本当に。はい、ということで、はい、ナノバイブですね。はい、これでちょっといきます。はい、ということでナノバイブでいきましょう。 7g。 これでナノパイプ使うと結構ちゃんと分かるね。だってメバルってそんな難しいあれじゃないですよね。結構簡単に釣れるイメージがあるけどね。だってだいぶ海落ち着いてきましたよ。だって潮も動いてるし。いやそろそろ一匹欲しいな。はい、今ねあのガスがなくなったのかなと思ってガス交換するとガス半分くらい入ってたんですよ。でこれもう空前の灯火みたいな感じにしかつかないんですよ。これあのうちの拓也ってあの同級生先前出てたじゃないですか。あれキャンプやってて結構同じの買ったらしいんですよ。でユニフレームっていうねガスがいいよということでね、はい、今日ユニフレームまで持ってきてないんですよ。今注文してて、うん、多分来週届くんですけど、それだとずっと燃焼し続ける感じだったんで、うん、いやこの岩谷のガスダメだな。はい、もしやるんだったらそのユニフレームってやつがいいですね。いやついてんのこれ。ついてはいますね。あのまだやっぱこれはガスか。ガス半分くらい入ってましたよね。入ってました。あ今ついた。早く暖かくなくなる。本当に頼むよ生命線なんだから。やべえガス交換したけやっぱたけやべえ早く言うはだ。ガスはユニフレームの方いいよ。ガス交換したっけ暖かくなったっすね。これはもうやばい。半分くらい入ってたよ。こねえ岩谷さんちょっとこれ改善した方がいいですよ。そうですね、チャンスですね。うん、ちょっとこれガスがね岩谷専用のガス使ってくださいって言ってますけどね、半分くらい入ってる状態でね、あんな空前の灯火みたいなクソの役に立たない火力で何しろっつったって話だよ。いやーこれ釣り動画ですね。ストーブのレビュー動画じゃないですよね。やべえ、サビー、あったけー。ああ、生き返る。これ多分最初の10分、20分だけなんですよね、まだ。やばいっすね。ちょっと、早く新しいガス届かねえな。ああ、あったけー。とりあえずもう、釣れる気配がしないっす、もう。来るたんびこんな感じだな。うん、なんか外さ来てなんか温まりに来てるだけですよね。いや寒いよもう。雨やったけ。やばい今。消えた？いやい
まだ大丈夫です。消えてる。マジか。風で？多分風ですね。まあ本来外で使うもんじゃないですからね。確かに。あれだ。マジか。結構ずーっと熱してて、これにダメ、いかねえ、風がダメなのかな、風なのかな、どっち向きだ風、こういう感じ、こっちだから、こっちの方があれなのかな、はい、ちょっとあ、こっちの方に進んでる、どうぞ。多分そっち側だと多分風が。いやあ。えぐいな。やべ、もう消えてるし、これ。消えてる。この勝ちっていうのがあるんだよね。はい、出たこれあれじゃないですか、この接触悪いんじゃないですか、これマジですか、はい、出た。あーうん、引いていけるところだ。あーでもこうやべやべ、あたけ全然違う。もう真っ暗だよ。俺たちの超過も真っ暗だよ。やばいっすね。いや本当にこれ来年からこれ冬眠した方がいいんじゃないですか。いや来年はもっとあれですよ、もう防寒グッズあれしてますから、もうガスだってだってもうそれ専用のアウトドア用のガスも用意してましたし、防風対策用のカセットコンロも用意してますし、やばいっすね。はい、だってキャタスだってあれですよ、ロットのアイズグリップつけたんですよ俺。そうっすよね、はい、今日2人だから持ってこなかったですけど、 あんなゴロタであんなの持ってたらもう焦げてくださいっていうようなもんですよ。そうっすね、最後にこれ一勝負やってダメだったら今日撤収しかわ、ちょっと手を温めでちょっと最後の戦いに臨みましょう。じゃあそれではラストちょっとやっていきましょう。頑張って。風がまだ出てきてるし、もうストーブは大物だね。以上本当にも風強くて、はい、とりあえずね頑張ってやっていきましょう。はい、ちょっとね電気を固定しました。はい、これ電気固定することによって明かりは安定しますけど、ルーアンが取り出せないっていうね、もう最大の難点があります。さあ、行きましょう。手がやばいですよね、手が。本当に手がやばい。おー、手が言うこと聞かねえ。もう風で思いっきり安さんの方に行ってるんですけど。もうこれなんだ、もうどこに投げるかもわかんねえし、いやー今日じゃ入魂できると思ったんだけどな、メバルだから。やべえ、今もう氷点下1度くらいになったんすかね。あーですよね、この手をこのもうやばい、もう感覚ねえし。
ダメですね、撤収しますか。もう釣れる気がしないですよね。ダメだ、撤収しますよ、撤収。もうダメ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 。はい、ということで今回は入魂ならずにストーブの点火式を行っただけですね、うん、ということで今度はまた日が日にリベンジしましょう。ぜひ。ということで今日はちょっともう釣りどころじゃないで帰りましょう、もう、うん。まさかの2月にサーフ解禁です。なんでね、ちょっと封印してたオーバーゼアを出しますということで、明日ヒラメを狙いに行きます。